4月10日のケリヒメスイーツ、今日はですね、重大発表が一切ありません。通常の発表も一切ありません。ケリヒメスイーツの内容一切変わりません。今日はですね、何もやりませんよ今日はね、何もないですね。まあ明日が月曜日なんで、月曜日でちょっと更新があるとは思うけども、犬カレーなんちゃらとかはいつまでだ、19日までかでな。人はあれだよ、持ってるとつい使いたくなると。何を持ってると使いたくなる？そう、プレミアムチケットですよねと通常のステージでね、まだ終わってないとこ少しやって、ほんのちょっと増えてるんで、これは少し回してもいいんじゃないのかなっていう。まあでもこの前なんて言ってたかですよね。私が次のスロットのために取っておこうとか言ってたくせに、まああると回したくなるんですよね。ただ10をやらないだけまだマシなのかなと。ですよね、ですよね。あ、早かったかまだ持ってないものはあるけど、まあでもレガリアか。あ、でも一戦の野郎か、一戦男のろくな装備なかったから、うん、まあいいでしょう。悲しいなで、こっちの方は、まあ、5月まであれか、なんかやっとこうかな。久々にアンデッドオードがやってもいいし、森の王子はちょっとさっき見たところ、武器商人がフレンドに出現してなかったんで、じゃあなんだろう、宝船でもやる宝船とか別に今更やらなくてもと。そして宝船なんですけど、最近はあのなんだろう、ジャッジメントとタクトで2ターンで終わらせてたんですけども、タクトをメンバーに省いたことより、メンバーから省いたことにより若干めんどくさくなったと。タクトを入れたそういう編成のデッキを作れって話ですけども、ただそれはそれで今度はあの装備がさ、めんどくさいんですよね。まだその都度、例えばさ、今レベルアップをしてるのに、その装備マックスになっちゃってるやつをつけっぱなしだと、結局そこで変えなくちゃいけないっていう、結局デッキ編成動向もそうだけども、装備も変えなくちゃいけないから、手間は大して変わらないと。なので他の手段でやりましょうって感じですね。その編成の云々を考えるよりかは、選ぶよりかは、一旦多めにかかっても普通にこなしちゃった方が早いかなと。なので2ターンで終わらず3ターンかかるようになりましたねと。ウマスクさ、これいらないよね。まあ貫通というか、あの勝手に、例えば自分がその場所に行かなくても撃ってくれるんだろうけど、この硬い敵用のあのジュバジュバってやつね、それは別にいらないかなと。もう普通にミサイル、ボス用のミサイルとか、ガトリングとあの割合ダメージのだけでいいんじゃないかなって思っちゃうんだよな。ミサイルもあれは強力は強力だけども、ガトリングの方でなんかまあそこそこの火力はあると思うから、それでいいとは思うんだ。あ、で武器の方なんですけども、後で変えときますんでご安心ください。今はとりあえずお金稼ぎに日課として入るだけです。さあ次に入って、ここはいくらぐらい稼げるかなって感じですけども、次にあるのは何だろうな。なんかコラボ系云々だったら、あのなんだろう、ツイッターの方でさ、公式の方が今予告でこういうのが次あるよって出るけど、それがないってことは多分明日の更新とかで、まあ明日更新あるかどうかも分からんけど、多分あるでしょう。あるとしたら、なんだろう、リバイバルで今まであったなんかイベントステージがあるって程度かな。それかケリヒメスイーツ内のなんかオリジナルコンテンツで、あ、ちなみにマスクこんなに近寄る必要はありません適当にやってるからたまたまあそこまで飛んでるけど、なんかそういうケリヒメスイーツの中の、なんか新しいイベントボスステージがあるって程度かな。そんなもんかな。達成目標系もね、今はないからね。犬カレーのがあるんだから、なんか窓マギステージとかさ、ちょっとリバイバルで出してもよかったんじゃないのかなとは思うけどね。
そしたら窓マギスロットも出るんだろうけど、でも窓マギは、まあでも悪魔ホームホームをまた当ててさらなる強化を図りたいってところはあるかな。なんだかんだで使えるからね、楽してそこそこ強いっていう、まあそこそこどころかだいぶ活躍させてますけど、ってな感じで、とりあえず今日は明日へ思いを馳せながら終了。また明日。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.